ふさいパンドラは、日本の競争馬、繁殖品馬。主な勝ち倉は、エリザベス女王杯、札幌記念。七三デーサイレンスのラストクロップである。2005年11月12日、京都競馬場の二歳新馬で、初勝利。二戦目に出走した阪神ジュベナイルフィリーズで三着となった。三歳になって、金銭歌唱で二勝目を挙げ、続く、 フラワーカップでは2着となり、賞金を加算。品馬クラシック初戦の大歌賞は14着と敗れたが、角田孝一から福永雄一に乗り換わった、優秀品馬では、川上プリンセスに続く2着となった。秋になってからは、ローズステークスで3着に入ると、周華賞でも3着に入る構想を見せた。その後、エリザベス女王杯へ出走し、このレースでも1位で入選した。 川上プリンセスに続く二入生を果たした。しかし、このレース後に審議が行われ、川上プリンセスが最後の直線で山シクルの進路を妨害し、12着に後着となり、不再地パンドラの繰り上がり優勝が決まった。日本での GI 競争における繰り上げ優勝は、プレクラスニーが優勝した1991年の 第104回天皇賞以来15年ぶり2投目であった。ただ、陣営も繰り上がり優勝には戸惑いを隠せなかった。また、安状の福永は小馬になってからの川上プリンセスと改めて再選を望むコメントをしている。なお、この勝利により父のサンデー・サイレンスは全世代で GI 馬を輩出する快挙を達成した。その後は、中1週でジャパンカップに出走。 ディープインパクトに破れをしたもののこの年のボバクラシック二冠馬の名称サムソンらに先着する5着とここでも優れたパフォーマンスを披露した。小場所戦はダートグレード競争のエンプレス杯に出走し2着となったが、以後しばらく不振に陥り、夏まで4戦して最高5着という成績だった。しかし秋口に出走した札幌記念で、 初起場の藤田真嗣を背に逃げ切りで優勝し、金銭化、賞以来の1位入選、エリザベス女王杯以来の復活勝利を果たした。その後イルムステークス11着を経て、エリザベス女王杯に出走。2年連続の2位入選で、ダイワスカーレットに続く2着となった。以後ジャパンカップで9着となった後、有馬記念での引退が発表される。しかし、レース前日に、 左艦派校のため出走取り消しとなり、引退レースを行うことなく、2007年12月26日付で JRA の競争場登録を抹消し、引退することとなった。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。2015年産のアーモンドアイント以後は、ノーザンファームで繁殖生活に入り、2009年2月20日に初語となる、 シンボリクリスエス3区の黒影のウ馬を出産。以後、9頭を出産したが、2017年10月28日に死亡した。パンドラの死後、2018年1月8日の新山記念で7番子のアーモンドアイが優勝し、3区初の重賞制覇を達成。続く4月8日の大歌賞も制し、G1 馬の母となった。さらには5月20日の優秀品馬。 10月14日の週刊賞を制し、2012年のジェンキルドンナ以来となる史上5頭目の三冠品馬に、さらに11月25日のジャパンカップも制し4冠を達成。その後、4歳シーズンではドバイターフと天皇賞を、5歳シーズンではビクトリアマイル、天皇賞、秋、ジャパンシーを勝ち、JRA 超強馬では史上初となるシバ GI 級賞馬となった。 世界的な名品系、ベスト印象系の出身であり、おじには、エルグラン・セニョールとトライ・マイ・ベストがいる。祖母の反妹には、ケンタッキー・オークス、サンタス・ザ・ナ・ステークス等の優勝はブラッシュ・イズ・プライド、その孫にジャゼル、ラグズ・ツー・リショス、ピーピング・フォン、カジノ・ドライブラがいる。本来8月最終週に行われる競争だが、この前週に発生したウマインフルエンザにより、 当たり衆に延期された。また、フサイチパンドラ自身もインフルエンザ陽性と診断されていた。ありがとうございます。